の世で一番無責任と言われた男、ポーカーズこの世無責任、コツコツやるやつご苦労さん。サラリーマンはね、1に金、2にワイフ、3しがなくて5に出世だよ。無責任でいかなくちゃ。これで通帳作ってよ。源さんのおごるお茶ってのはこれなの？ああ、下手な喫茶店行くよりはいいんだ。静かだしね。雑誌のサービスなんかもやってるし、これに女の子のお面なんかもわりかし揃ってんだ。第一ね、金庫の中にはボクロ100万円が入ってると思うと豊かな気持ちになれるってわけだよ。では、おやす。皆さんお揃いすれ。ああ、毎日ご苦労さず。あ、部長、お呼びでございますか？今何だと思ってんの？11時5分前です。バカ者！静かに、静かに。みんな仕事してんですよ。大丈夫？だいぶ酔ってるな。じゃあ僕送ってくからね。部長のつけだよ。私の気持ち分かってくださった？よく分かった。あなただけが生きがいなの。てなこと言われてその気になって女房にしたのが大間違い。炊事洗濯まるでダメ、食べることだけ三人前。ハリル。Oh, fine. You're very charming. 痛いな。ねえ、私酔っちゃった。好きよ。水井ちゃん。お、社長。何が社長だ。お前ここで何しとった。みっともないからおよしなさい。もっとでっかいことなぜできぬ。